はいおはようございますうきみそうちいさいえーチー5月11日木曜日午前10時となりました金むいカラーハイ SOS ネットカラーレジの時間となりましたパーソナリティは私、えー、宮里淳もらのとはい沖縄市の地域包括支援センター東部南のコメスといいますよろしくお願いします、はい、そして、 はい、えー、国県システム宮ヤと申しますよろしくお願いしますはいミヤラさんコメ、はい、さんチュンユタサルグとウニゲーサビラよろしくお願いいたします、はい、お願いしますお願いします一平、はいえーえー、このカララジャミズルサミヤイビンあのお久しぶりでございます、えー、またコメさんとそして宮ヤさんと三人でやるのも初めて、ね、そうですそうですねはいはい、はいはい、今日朝からあの三、ー、名はいあのー 今日は3名かなということでね、ちむどんどんしながら、かなりどんどんしてましたね。<laughs> というラジオ番組となっておりますけれども、今日はですねトピックに、以前はえと防災と防犯えのについての、そしてまたその対策ということでのトピックの話を、トゥーバカッチンさん、そして、イズの方でお送りしてたかと思うんですけれども、今日はですね、またその防災、防犯についての、また、 今後ですね、課題そしてまた一つメリットとなるこの S N S の活用法ということで、ちょっとあのトピックを触れていきたいなと思っております。ちょうど今日のあのタイムズさんの記事でしたっけ皆さん。ですね。ちょうどあの記事が上がってましたので載ってましたのでそのちょうどちょっと紹介していきたいと思いますので、大きく載ってましたね。はい活用法ということで、はいでは今予習ということで、あのオープニングの間小宮さんがちょっとみあの。 ぜひ見ててください, <laughs>、はい。今で見ときます。すまよろしくお願いします。はい。はい。えー、それでは皆さん今日も一時間よろしくお願いいたします。ありがとうござい,しいします。はい、しますこの番組は地域の行方不明者、また、えー、行方不明者ゼロを目指す番組となっております。認知症は、えー、誰もが関わる可能性があるごく身近にあるものです。 そのことをできる限り早い段階から啓発することにより地域全体で理解を深めることにつながります警察行政消防の三位一体となる基盤をもとに徘徊者通報が出た時の緊急支援体制を含めたラジオ予防啓発番組となっております はいえー、ではスポンサーさんの紹介をに、えー、参りたいと思いますこの番組はデイサービスセンターシオン au ショップネーブル嘉手納店株式会社 国県システム医療法人鉱善会小座整形外科医院有限会社マルチ重機沖縄県社会福祉協議会そして 沖縄県認知症行方不明者家族の会 FM 講座と沖縄ハンン NPO の協力でお送りしておりますはいえー、今日はですね FM 講座で生放送でお送りしておりますが毎週生放送ですよねはい <laughs> ということで <laughs> 緊張しておりますけれども <laughs> はい、えー、どうぞ皆様最後までお付き合いください、はいえー、皆様からこの番組に対するメッセージや、えー、曲のリクエスト そして番組に関する質問もどしどしお待ちしておりますメールアドレスはすべて小文字で761アットマーク FM コザ .jp すべて小文字で761アットマーク FMKOZA.jp となっておりますいずれも番組名からラジとお書き添えくださいラジオネームを忘れずにお願いいたしますそしてまた FM コザでは y o u t リームとツイキャスで映像と音声を配信しておりますので、えー、またホームページから ご覧になることができますのでどうぞお楽しみください。えー、ということでですね、はいえー、今日は初めての、えー、3人のタッグを組んでですねパーソナリティとなりますけれどもぜひリスナーの皆さん一緒にですね防犯、そして防災 SNS の活用法ということで今日一緒に考えていけたらなと思っておりますのでぜひリスナーの皆さんも一緒に参加していただきたいなと思っております。よろししししくおお願願いいいいまます、はい、お願いしますお願いしますはそして早速ですけれども えー、ツイキャスの方でメッセージが届いてますね,すねはい、はいはい、あいつもいっぺんにフェイデービルルドルフさんからはいは小林さん読んでいただけますでしょうか はいハイサイおはようですハイサイハイサイでいいですかねはい、はい、おはようですカララジの皆さんゲストさん今日もよろしくですはいよろしくお願い,いします,しますそれと今日カッチンさんグシケンさんは今日お休みですねってな、はい、ってますねすはいよろしくお願い,い、はい、この三名でやっていきたいのでよろしくお願いしますそれでは一度ここでシームに行きたいと思いますはいよろしくお願いします。 はい、えー、それで時刻は10時、えー、間もなく9分になりますね、えー、金むからハイ、SOS ネットからラジの時間となっております、えー、皆さんチャーガンジュエビーが野菜お元気でしょうか、えー、今日はですね、えー、防災と防犯についてそしてまずはその SNS の活用法ということで、えー、トピックを挙げていきたいと思いますそれではまずですねえ<っ>今日、えー、とパーソナリティでいます えー、ちょっとお話も聞いていきたいと思うんですけれども<お>トピックに入る前にですね、はい、まずはじめに米さん、はい、ちょっと4月1日に、はい 1> えー、沖縄市。 地域包括センター、開所式立ち上げということで、新聞にも載っておりましたけれども、ありがとうございますまた去年の梅さんとは違って、ですね新しい環境でお仕事をされているということで、本当に今、私たちも心強く、沖縄市の中心と言ってもいいぐらい、今後のまちづくりについて、そしてまた、住みよい安心・安全のまちづくりにおいて、ですねすごく重要な働きがある。 この地域包括センターだと思っているんですけれどもそれまたぜひリスナーの皆さんに改めてですね包括センターについてちょっとご紹介いただきたいと思うんですけれどもはい、はい、じゃあいただきたい,いゃあはい、その前にですねまず今日3月までは僕あらあのデイサービスセンター志恩というところで働かせてもらってたんですが、はい、4月1日から。 新規新しくですね地域包括支援センター東部南ということに働くことになりました、はい、でこれまでやっぱりデイサービスで働いていた時にやっぱりお年寄りの方地域で住む中でデイサービスには連れていくんですがお家に帰ってしまうと地域ではな,んかなかなか隣同士のお付き合いがないということをちょっと目にしたもんですからやっぱりこれからは地域で できるだけ、まあ、自分が住み慣れた地域で暮らしていくのが一番、まあ、僕にとっても多分みんなにとってもいいんじゃないかということでちょっと思ってしまってそれを考えていくうちにどんなことが僕はできるんだろうかってい,いろいろ考えたらちょうど地域包括支援センターっていうのが4月1日に。 まあこれまで沖縄市のうんと地下2階のほうに地域包括支援センターというのがあったんですがそちらがもっと地域のほうに根ざしていこうということでまあ沖縄市の中7箇所,所ですねこれもぜひあの教えていただいてもよろしいですかはいまずですね中部北は三郷、東、宮里、吉原 白米とか五区とかの担当になってそれぞれ地域で分割されていて、はい、中部北山中部南東部北東部南北部西部北西部南という7箇所に分散されていますね、はい、これまでやっぱり沖縄市役所で一括でやってしまうとなかなか地域のま端たまでサービスが行き届かないというのもあったので、はい、できるだけ地域でこの近くの人たちを 取りまとととめていこうというこううで7箇所で分散されています、はい、で私この中でやっぱりねこれ高齢者の方がもっと住み慣れた地域で生活できるように今後頑張っていこうかなって今思っているところなんですが実際に地域包括支援センターの活動というかお仕事っていうのが、はい、まあ多分難しく言ったらいっぱいいろんなことがもう多岐にわたってあるんですが。すはい、簡単にこののの地域の方々の 介護保険とか、これから、例えば、お年を取って、少し体が弱ってきたんだけど、今後生活するので、どうしようかなって悩んでる方々の相談するところになります。まあ、とても分かりやすく言うと、そんなことになります。なので、例えば、僕たちが解決するんじゃなくて、みんな相談しても一緒に相談してもらって、じゃあ、どういうのがあるの例えば、結構知られていない沖縄市もいろいろな活動があって、例えば、通院支援とか、 例えば車椅子の方が病院に行けなかなか行けないと、うん、車がないと車椅子を乗せる、はい、そういうのをちょっと手伝ってくれるサービスとかもあるんですよそれとかあと弁当配食、まあ、300円ぐらい出るんですがちょっと定額の料金で。 自宅まで届けた、はいそう,そうです、まあ、300円って値段は出るんですが、はあはい、やっぱり他の弁当に比べると、また栄養管理もされてる弁当とか、うん、配るサービスとかあったりとかですね、また介護保険ってなかなか難しいじゃないですか、多分そうですね。はい、宮宮ささんんとかもも いいろろ聞いてると思うんですけど、なかなか分かりにくいですよね。はい、そのあったサービス、どういったものそうそうサービスを受けたい、はい、あるのか、どこに相談したらいいのかっていうのが、うん、おそらく受けたくても分からない人たちも多いと思うんです、ねはい、そこは各地域で、えっと、降りてきて、ですね、はい、身近で相談ができる窓口があるっていうだけでも、すごく心強いですね、はい、そうですね。 ぜひ地域包括センターのその存在、またその,あの場所も含めて、ですね、うん、あのぜひ地域の方にもこれからもっともっとしていただきたいなと思っておりますので、うん、ぜひまた何,あの何でもよろしいので、質問等あれば、ですね連絡いただきたいなと思います、この地域包括センターをまとめたなんですこの窓口相談窓口の連絡先とかっていうのもこれ教えていただけますでしょうか、はい。まずじゃあ 僕たち東部南の連絡先の方がですね。電話番号が九二三のゼロ五五三です。ゼロ五五三。はい。で,はい、で、沖縄市原にありますね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、この各地域によって、はい、その担当区域というのが、先ほど言った五百であったりとか、どこどこ。っていうのが、こうあるわけですよね。また、これから、あの自治体との、今連携をともされていると思うんですけれども。はい、そういったところでの、もっと、あの浸透っていうのが。 こ7か所というのも僕も会所式であのちょうどお聞きしてこんなに地域に降りて7カ所もこう設置されるというのは<あ>37七自近いある中でですねものすごくこれを分担して、うん、これから活動していくというのがすごく心強いなと思っているところなんですが、はいはい、またその、えー、今後の目標といいますか、はい、今年1年、小米さんが入っての。 あの見えてきた課題を含めまだ、あまあ、1か月ですけれども、はい、この目標というのは、どういいったのがございますでしょう,かうですまずです、ね、地域に住んでいる方々がどんな今生活をしているのかとか、はい、どんなことで悩んでいるかというのを、これからです、ね、地域、例えば去家庭を訪問したりとかしながら、僕の中で。 ちょっと見ていきたいなと思う。そこからじゃあどんな相談があるのかとか、はい、悩みがあるのかっていうのを実際に確かめながら、はい、やっていきたいなとこの一年頑張っていきたいなと思っています。はい、ニフェイレベルまさしく今このやってる活動っていうのがあの支援だけでなくてそういったあの例えば認知症育不明者そしてまた高齢者の方々の、うん。 あの何かこの事件事故になる予防にもなるんじゃないかなっていうのすごくはい話を聞いて感じましたはい一ペニフェデーティブルありがとうございます、はい、ではそして宮田さんえ、はい、国系システムさんのあのやってる活動ですねはい、えー、急にこの場でボンって投げられてもあれだと思うのであれが言える範囲でですね <laughs> はいあのよろしくお願いいたします、はい、そうですねあのーえー、うちのこの今回のケアレアっていう商品なんですけども。はい えー、まあ、前にもちょっとお話したと思うんですけども、はい、あの、まあ、えっ、ー、と件数はちょっと厳しいっていうかまだ浸透はしてないんですが、はい、えっとお客様の方であの契約いただいているところもございましてですね、はい、で今あの実際にあの活用いただいている施設が、えー、何箇所か、えー、出てきております。はい、でまあ、今回今年度から、えー、ちょっと本当、ね、本腰を入れてですね、うん、えー、ちょっと販売に向けて、えー、まあ、お客様の方の 支援をできるような形でちょっとあの広報的にもあの広めていきたいなというところを今はいあの準備しているところでございます、はい。はい、ありがとうございます。ちょうど今今日のまたトピックでありますこの SNS の活用法ということなんですけれども、またそれをまたあの電子機器を用いたですね今後の 予防対策そそしてその防犯、防止になるということも含めてですね、はいえー、今日はまた紹介しながら、実さんリサの皆さんともですねぜひ一緒に考えていただきたい、えー、トピックであるんですけれども、今日ちょうど、はい「沖縄タイムズ」さんの記事にですね大きく取り上げられておりました、はいえー、安全へ SNS を活用してですね、えー、安全への備えということでそうですね、はい、トピックがあるんですけれども、ちょうどこれ2015年の4月でしょうか。はい 僕も新聞を見て、あのー、分かったんですけれども、タイトルが何でしたでしょうか、この新しく、えー、アプリがあ、ホームページが開設されたようで、紹介をお願いいたします、はいえー、と沖縄県があの、えー、サービスとしてです、ねえー、サイトとして防災デービルということで、えー、運用の方がされているということですね、うんはいさい。防災デビルというの 本当にあの沖縄本島のみの情報ということなんですけれども、それが立ち上がって、今、あのどういった形での活用がされているのかというのをすごく興味深かったんですけれども、はい、ち,ょはちょうど、あのー、本土の方ではです、ねえっと、熊本ですか、熊本の震災の際に、はいあのー、SNS、ツイッターで、はい、この時にはこの、えー、道端にライオンが歩いてますと。そうですね<ー> という情報が流れてすぐ2万,2万件のツイートというんですか、はいがあの、いいねが押されたみたいで、はいうん、それだけすごくこの浸透してきているんですけれども、うん、その反面、その情報の混乱というんですか、これが本当かどうかというところも含めて混乱する。また SNS のまた怖いところも一つでございま結局はデマの情報だったとい,いう情報があって本当に今必要であの緊急態勢の際にこういうあの何ですかデモの情報があるとなった時の,この自分たちの意識ですよね、これが本当にあるからこれが例えば信じ込んでしまって、ですねまたこれがですね写真があるというのはまた驚きだったんですね<ー>。何をじゃ あの信じていけばいいのか、どのどの情報を自分たちが受け取って、これをどう伝えるかっていうところも含めて。はい、この今後の S. N. S. においての課題になるんじゃないかなっていうのはすごく感じてるんですけど。そうですね。うん、はい。で、実際このハイサイ、えー、防災のですね。このハイサイ防災デビルっていうところの。えー、解説したものによると、実際、ね、歩いたこのマッピングをですね。表示しまして。はいうん、そこで防災の、えー、ついてのこの避難場所であったりとかですね。 それを、えー、SNS で見ることができるスマホを使ってですね見ることができるという面ではすごく、えー、メリットがある、えー、この、まあ、アプリだなというふうふに感じたんですけれども、うん、その辺、宮さん、どううでしょう記事を見て感じたそうですね現在地から、えー、この避難場所までですね、まあ、瞬時にちょっと分かるというのは非常にちょっとありがたいと言いますか。あのー もうこれあの災害になると本当にあの命に関わることだと思いますのでえまあこういうシステムがあればはいあの避難場所まであのまあ例えば何分で行けるかとかまあ最短距離を示してくれるというのは非常にありがたいなと思ってますただ、そのルートの中にちょっとまたその障害物だったりとかいったことはちょっとあるかもしれないんですけどもまあこの辺をちょっとまたあの考慮しながらあの避難できるような。 あのね、仕組みがまたできれば、はい、まあ一番、はい、あの防災の,、うん、の運用として有効かなというふうにちょっと思います、ねすねはい、これまたあの、一番デモの,この連絡、あなんか情報っていうのが、この拡散されて、不特定、多数の方にこう送られる情報っていうのは、よくそういったものがあると思うんですけれども、はい、例えば地域間で,です、ね、はい、そういう今、あの皆さんがおっしゃったような、あのまあ、ダイレクトに近い、この、 何分でどこどこまで歩けるよとかですね、えー、例えば A プラン、B プランという形で例えばこの道はこう通れるけれどももし、じゃあここの電信柱が落ちて倒れてたりとか、うん、だったらこの道もありますよとかっていう風な、はい、こうなった場合のじゃあここのルートを使いましょうっていう、うん、そういったあの地域間でですね、はい、それぞれ、えー、自治を中心としてそういう情報が地域の住民に伝わる今後は必要性があるなというふうに。 え感じましてちょうどこのゴールデンウィーク期間にですね私たちあの中高校生と一緒にあのーえーこのまあ一つの模擬訓練ではないですけども模擬訓練としてリサーチをしようということでえ2か所ですね場所を絞りましてえと五駅から八重島公園の近くのこのルートですねえとまあえのところのルートと。 そしてもう一つは、謙奏後運動公園のところですね、このヨギ・ヒアゴン、そして謙奏の中のこの道っていうのを実際に歩きながら、入りやすくて見えにくい場所、例えばこれが棒え犯につながる、うん、例えばここが一人で歩くと危ないよねとか。うんうん ここは人目につかないところでも入りやすい周りから見えにくい場所っていうのを同時にですね考えながら、プラスまた高齢者の方々の,その立場になって、こっちは日陰になっているからえちょっと休める場所だなって思うところが案外、他の人から見えにくかったりですね例えば、休んでて気分が悪くなって倒れたとして。 場場合に見に見見くい場所だと発見が遅れますよねそういったところも含めてちょっと写真を撮ってみてです、ねうん、回ってみたんですけれどもやはりあの日頃、回らないと分からなかったりです、ねうん、そういったのがあの地域の方にもどんどんこの同じ意識を持ってです、ねはい、まさしく金睦から肺目でこうラッシュマンで皆さんで見る情報というのが共有できるようなことができるともっと日頃から少し意識を。 高めるだ、けでもでもすね何かこういう防災、えー、何があ,あ,、ね、あった際に、はい、<laughs> 震災があった際に、えー、こういったところを気をつけていこうとか、うん、もしくはまた日頃からこの情報共有ができるというような、うん、そういった意識を高めていけたらなと、歩いててすすごく感じました、うんうん、そうですね実際、また、あの小沢の町の方でもそうだったんですけど、五駅方面も、ですね意外とあの空き地になっている場所とか、うん、空き家とかですね。うん そういったところもあのこの今回、防犯についてつながるところですね、犯罪防止ということでの観点でありまして、うん、また逆にそこだと誰かが休んでても見えないので、例えば認知症の方が一人でそこにポッと入った際に、多分誰もそこは見ないんじゃないかなというのもあって、すねそこはすごく中高校生からも声が上がってました。やっぱ実際に回らないと ですね、はい、あ,時間あとはまあその共有する、せっかく回って写真も撮って、うん、っていうところもあるんですけど、それを共有して見れないことには、やっぱりちょっといざっていうですに分からないっていうのはちょっと、ねはい、これがあのちょうど僕たちも歩いてみてです、ね、感じたのが、今、若い世代の人たちがよくこの。 SNS って活用しているかと思うんですけれども、うん、じゃあ、高齢者の方々が皆さん使うかってそうではないですよね、うん、なので、地域の,そのやっぱりあの若い世代の人たち含め、何かこうあ、震災があった際に、動ける、この世代のやっぱ、年代の人たちが、しっかりとそこを。 意識して何かあった際に、逆に地域の人たちに声をかけてですねこのルート通りましょうだとかあの一緒に行きましょうっていう風な声かけできるやっぱネットワーク体制ってこれからの大きな課題だなっていうのをすごく感じたんですけれどもちょうどあの歩いている中でですねあの日頃居場所作り事業で出ち上がってこの子供たちと公民館で一人の女の子なんですけど一緒に会ってですねこの子はただ遊びに来たそうなんですけど会って。 一緒に回るっていう話を聞いて、回りたいということねうん、うん、実際回って、やっぱ地域の子なので、すごくわかるんですね。うんうん、<laughs> ここ、あれ、あの、あそこだよ、ここだよ、とか、うんうん、ここ昔不審者情報が出たみたいだよ、とかですね。で、また警備員さんに、検査の警備員さんに聞くと、実は、ここで、昔。 あの死体として見つかった場所があるとかでですね、うん、でも意外と知られてなかったりとか、うんうん、そういったのもあの教えていただいた時にですねやっぱ情報が分かって歩くのと、うん、分からないで歩くのとではまた違ってくるのでその辺はすごくやっぱ地元の子たちも含めてそういうのがあの小学生、中学生、高校生学生の子どもたちにも伝わると、はい、よりもっと防犯、えー、防止、はい、そしてまた震災があった際のですね意識につながるんじゃないかなと。 はい、すごく感じたんですけれども。はい。実際、えっと、小米津さんどうですか。あ、はい、の、今地域でですね。はい、あのー、今、こう。実際、自宅訪問とか、いろいろ話を聞いてみて。はい、あの、ここで見えてきた。あの、例えば、前の職場でですね。あの、デイサービス、やったり、いた際に。今,今、今度、地域に、今度、降りてきてですね。はい、あこういう課題があったんだとか。はい。挙にも、こういうふうなことが見えてきたっていうのは、何か。現場に。 僕、実際今までデイサービスのほうがあった、はい、も皆さん、介護保険を受けた方々という方が皆さんご利用されているんですが、はい、実際に地域のほうにいたときになかなかこの介護保険の知らない。 方も多くてどうデイサービスに行きたいんだけどどうしたらいいのか分からないけど誰にまた相談したらいいのかも分からない例えば、二、まあ、人暮らしで二、まあ、人とも高齢者の方というのが、はい、また役,役場に行ってもどう質問すればいいのか分からないのでいとりあえずもうそのまま落ちて二人で生活しているとかこういう方結構いらしたなと思ってそれとかまた一人で生活していていろんなことで困っているんだけどなかなか相談する人がいない。 皆さん、公民館に入られた交流があったらよかったんですがなかなか公民館も行く人もいれば、まあ、行かないこれまで行かなかったので急にそこに行ってもまた相談しにくいという方がいるので<ー>そういう結構い,たないるのをびっくりしましたね、うんで、私、沖縄市の高原の住まいなんですけど、はいまあ、担当地区はちょうど高原とか余儀とか日和子の近くの地域なんですが、うん、実際、またいろんななんていう 細い道とかあってここに人がいたんだとか道も分からなくてもう実際今、今っきも言ったように歩いて今確かめようと思って少し、余儀の方を少し先日歩いてきたんですが、はい、結構、余儀のほって坂も多くてびっくりするぐらいちょっとで公民館に行ったらいろんな相談できるよとけどこの公民館に行くまでが大変坂道が多くてこういう方が、うんね、ったらできるだけ訪問。 直接行って行かないといけないんだなって介護保険でやってたんですけど介護保険ってまだまだ知られていないのでもっとこれからいろんなところでお話ししながら介護保険とかこういう方がいるからこういうサービスがあるんだよって話していければなって今思ってますねはい、はいはい、ではあのルドルフさんからもメッセージいただきました、うん、え阪神大震災の時は SNS はまだまだだったのですが東北の時は SNS で情報が えー、得られましたねとということでちょうど SNS の,あの, SN のまた浸透も、皆さん利用するようになってから、ねはい、またそこで、ためになる情報というのも、うん、おそらく得られた方、たくさんいると思うんですね、その反面、逆にまたあの分からない、所在位置というんですか、はい、そ起きた場所が分からなかったりとか、はいはい、逆にその、こんがらがう、また。 情報とかもあったと思うんですけれどもそ、うん、その辺またあの登録の時には SNS で情報がやられましたよということで今ルドルフさんからいただきました。はい,はい。はい、そしてまた、えー、コミュニティ FM は大きいですね。えー、阪神の、えー、時もかなり役に立ちましたとああ、なるほど。<laughs> まあこういうあの FM 講座とか、そうですね。まあ、まあ、FM 系の,あの、はい、所在地があると、まあ市町村、まあ読谷とかも。 発信してますよねちょうどあの山本さんも一緒に、あの合わせ公民館の方で、私たちあの防災について考えていこうということでった際に、実際にラジオをですねこう手に取って、小さく聞こえる、聞ける、持ってですね歩きながらその情報を聞くということでやってみたんですけれども、やはりあのその時代の方々というんですか、よくラジオを聞いてらっしゃった方々というのは、すごくテレビよりラジオを聞く人ってやっぱりいると思うんです,、うん、そうですね。うん そこでやっぱりあの実際にその情報こそが一番あのダイレクトに届く情報の一つだと思うので、まあ地域に根ざしているところもあるので、はいはい、まあ今言ったこの沖縄市の情報であれば F 五座を切れば、ある程度今言ったようなこの地域総括センターの発信だったりとかですね、行ったことができるというのは非常に大きいのかなと思いますね。そしてあのルドールさんから続けてですね、行政のことがわかりにくいものですねと。 申請しないと何もしてくれないのは、うん、少しでも改めてほしいものですねということで、はい、話してりました、はい、確かにそうですね、はい、役所にこう入ったところで、はい、ロビーで迷う高齢者の方々と、はい、結構いらっしゃると思うんですね、うん、っ行ったのいいけどどこに行ったらいいのかど,こどういうふうに相談したらいいのかっていうのが、はいうん、分からないか,かりにくいですよね、うん、多いと思いますね、はい、またこのの地域によっても役役場役所の サービスの課であったりとか、どこがそれを受け持つのかっていうのも、またちょっと曖昧になっている部分っていうのも、うんはい、あのよくあの福祉の谷間って言うとそうですけど、<laughs> そこっていうのも今後の課題かなというふうに思いますので、はい、ぜひこういったのも含めて、ですね例えばここがまた SNS で、私はこう,いうこういう事例を挙げて、はい、その時にはここの課がいいですよとか、はい、こういう連絡先もありますよっていうのがどんどん広がっていけるといいですね。でではいここでちょっとあの 曲の方に行きたいいと思います、はいえー、それではですね、えー、宮田さんにも聞いてみたいと思います宮田さん、はいえー「口なしの花」<laughs> えー「口なしの花人類歌」ですね「はいえー、若い指が野菜」はいえー、題名ですかはい、はい、じゃあ「口なしの花」「花」ですね、はい、これはあのー、聞いたことございますでしょうか 僕はですね、平成のスタートで、私もそうなんですけど、そうなんですか、トゥルドカチューさんから、この曲をちょうどですね、教えてもらったとあの誰が歌ったんですかね、これ、ちょっと名前、ぱって思い出さないんですけど、曲はわかりま渡哲也さんですかね。 えー、僕も知らなくてえー、っと驚かれてですね <laughs>、あのー、世代的に僕の次のまた世代の大学生そして高校3年生がれるんですけれども、えー、同じく、あのー、分からない <laughs> ということで驚かれて僕も実は分からないんですか <laughs> <laughs> 昭和の曲をまた聞ける勉強していきたいと思いますのでまたリスナーの皆さんね多分、あのー この世代の方だ分かる方いらっしゃるかと思いますのでまた歌を聴きながらですね、はい、あの時こういう時代でしたよとかまたいろいろ教えていただければはいぜひ、はいはい、七八組総理やさいそれでは曲に行きたいと思います、えー、口なしの花、えー、どうぞ いっぺーグブリーサビタン生の口曲や「口なしの花」では「真っ赤な太陽」となっておりますので <laughs> まずそちらからお聴きください「グブリーサビタン真っ赤な太陽」です。 はい、えー、それではですね、えー、先ほどの曲「真っ赤な太陽」でした、えー、グブリーサビタン「口なしの花」は後ほど <laughs> お聞き、えー、とまた紹介していきたいと思いますはい、えー、この「真っ赤な太陽」はですね美空ひばりさんの、えー、歌ってる、はいる、えー、曲なんですけれども、はい、この曲は聞いたことあります <laughs> あ,あ,ありました。<laughs> ありましたとと、はい、<ー>いうとこ,ありました、えー、ことで はいえー、また昭和の曲ですね、えー、僕も勉強しながらまた、あのー、流していきたいと思いますのでぜひね皆さん、えー、何か懐かしの曲思い出しながらまたリクエストの方もお持ちしてますので、はい、ぜひぜひ送ってくださいよろしくお願いいたしますでは今宮原さんとちょうどお話をしてたんですけれども小宮さんもあのこの SNS ですね、うん、この携帯が今 どん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 普及してきてスマホがですね、はい、この情報っていうのがいろんな取り方があると思うんですけれども実際何か今のこういうものを活用していますよとかこういうのを使うことですごくなんか日頃ですねこれ生活の中で役立っているものとかって実際ありますすででしょううかそうですね、まあ、特にまあの自分は LINE とあとはフェイスブック。 をやってるんですがフェイスブックにまあ主に情報を得られるかなというところもあって、えー、例えば、新しい商品が出た時の動画とかでそ、ね、うん、いったものが非常に役に立つというか、うん、こういうものもがあるんだと、こんな便利なものがあればいいねといううのものがあの、まあ、ニュースとして流れてきた場合はあの非常に便利だなと。うん うに感じてます非常に欲しくなりますけどねフェイスブックはものすごく大きな今、どんどん浸透してきてて結構、僕の知り合いのこのおじさん、おばさんもですね最近からデビューするようになってですね結構、欲しい情報を取ってたりとか映画が好きなのでこれで映画情報を取ったりとかあとまたこの映画好きの人たちが結局集まってこういうのいいよとかですね。 予告とかもどん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 入ってくるみたいでもう携帯離さずにはいられないというか携帯と携帯持ちながらビデオを借りに行きますのでこういうふうにも役立っているんだなと前はよく聞いてきてたんですよどこにあるのとか分かるとかですね今来なくなりましたコミュニケーション不足になりますね情報不足から全部あとあと料理のですね あのレシピだけじゃなくて動画で一緒についてくるのでフェイスブックでは、うん、逆にそれを見てなんか料理本がもういらなくなる時代なのかなと思うとあなたの書店であのすごく悲しくなりますけれど <laughs> そ,で、ね、でそれって逆に見る側からすると、うん、実際にあのなかなか手でこう料理をしたことがない人からすると、はい、動画も一緒についてくるとです、ね、レシピと連動させて見れるのはすごく。 役に立つなっていうのは僕も感じたことがありますさん何かございましかあまり小宮さん僕携帯を触ってるイメージがないんです僕どあまり携帯触らなくて最近やと LINE が使えるようになったので LINE でグループを作ってみんなで投稿し合って全部情報が一括でできるあれ見て最近覚えて便利だなと思ってこれやってるぐらいですねあまりごめんなさいね僕あまり使わないですねだけど そうですねグループ、便利ですよね。あれ、便利ですね、最近覚えて、やっと覚えたのって、妻の方には言われたんですけど、その前に子供の方がもう、すごい活用していて、今の世代、すごいなと思いながら、そうですね、今、何か、クラス、学生でいうと、クラスでグループを持ってですね、担任の先生から連絡がポンっていったりすることもあるっていうのを聞いたことあるんですけど。 変わるものですね、うん、僕たちの時代もそれはなかったので、<laughs> まだのメールであの送信中でこのあの送信してる間待って確認したり、ですね<ー>入ってくるときの,の受信中っていうのがずっと頭にあって、ライン e だとポンと入ってくるじゃないですか、相手が読んだかどうかも分かるっていう面では、すごく便利になってきたなと、すごく感じてますね。学校単位で不審者情報とかも,最近もう、はい 高校の方でもやっているみたいでイベントとか行事とかのお知らせも全部そのメールとかでかこの今後の活用法としてはまたその自治との連携を取りながらですね例えばこの自分が歩いてみて先ほど小宮さんが言った実際、意識ある方々こう歩いてみてここの場所、うん、今こういうふうになってますけどという情報提供をまた実態、はい、に先ほど皆さんが言ってて持って,ても。 発信しなければ意味がないというのはあったと思うんですけど、そね、まずはその自治会にもマップがありますし、それを照らし合わせて、本当に自治体でその安全マップというのがどんどんできていくような、うんうん、そういう、えー、支援体制というのも。 今後はもう必要じゃないかなという,ふうに実際、歩いてたんですけれども僕たちが歩いたのはごく一部でありますのでそれをまたそれはモデルに、ですねあとここでもこういうい地元の自分の地域の,あの本当に自宅の周りでよろしいので歩いていきながらちょっと意識してみるということをぜひ考えていければえ今日のトピックでありますと防災、そして防犯に本当に今後つながっていくんじゃないかなと。 思うんですけれども特に例えば、お家の前が一方通行で狭い道だと、はい、なおさら多分危機感というのは増えてくると思うんですけれどそれをですねまたあの、例えばこの引っ越ししてもともと地元でない方々外国人の方々、うん、どうするんだろうというのも今後の課題になってくると思うんですけれども、はい、そういったことを考えると自治体の需、ね、要性というのはすごく高くなってくるなと。 はい、感じてますね。実際、この人も自治会の方とかは回られましたでしょうか。そうですね。この高原自治会とかよぎ自治会とかま、で、はい、もう結構いろんなうんと方々集まっていて、今だったらちょっと体操まあちょっとこれとトピックとはずれるかもしれない。はい、体操教室とか結構三十名ぐらい高原の方では参加されていて、<ー>でさっきちょっと思ってた SNS ってちょっと情報がいっぱい、はい。 やるんですけどなかなかち浸透というのはしない先ほど、いろんな地域回っても、うん、いろんな情報は SNS とか情報あるんだけど、それを地域の方々に流していかないと、意味がないとちょっと思うんですよ、それをやって、じゃあ、実際、例えば足が悪い方とか、はい、こういう方々をどうこのところで避難させていくかとか、うん、こういう災害が起こったきどうしていくかっていうのが。 今後もっと重要になってくるのかなと思うので、そういうちょっと高いじじ会とか、結構高齢者の方とか集まって、ユンタク会とかやっているのそこでそういう情報を発信できればなて今、ちょっとお話聞きながら、今ちょと小宮さんとお話ししてるとつながるんですけれども、ルドルフさんからありがとうございます、ルドルフさん、今日たくさんのメッセージですね、ご高齢の方々にも、このスマホの使い方、講習、また講演会って大事ですよねということで、今、メッセージいただいたんですけど、 まさにその通りで、今、例えばこれをスマホの使い方、これがまた逆に自分の身を守る、そういう情報があるよということが分かるだけでも、ですねおそらくご家族の方と相談して、これを一つ家に置いておくだけでも、ですね意識的に使い方が分からなくても、このやり方を教えてもらえれば、多分そこが一つ一つ回ったりとか、電話をしなくても、情報が来て分かるというようなのがあると、ですねまた大きく変わってくるんじゃないかなと。うん 感じますね。はい。えー、ではでは、えー、こちらでですね、また一曲いきますかね。はい。リベンジします。口なしの花。わ <laughs> <laughs> からないんですけど、ちょっとこだわってますね。<laughs> ではでは、えー、ここで一曲、口なしの花お送りします。お聴きください。 まだ流れてないですね。失礼しました。はい、来ました。はい、よろしくお願いいたします。口なしの花です。 はい時刻は10時47分になりました金森か,からはい SNS S ネットカララジの時間ですねはい、えー、それでは。 念願の口なしの花 <laughs> お送りしましたけれども <laughs> <laughs> はいどっちらどきょうが一平グブリーサビタンはいえー、今日はルドルさんありがとうございますもう半分あのツイキャスプラスなの,のもう本当に,にパーソナリティーとして一緒にこう、はい、メッセージをですね,じですねマジュン、はい、カタティあの本当に一平にフェイデえー、ほぼ毎週聞いてますよということでえー、大阪からですと,とでです、ね、ありがとうございます助かります <laughs> 今ちょうど、えっと、宮野さんと、えー、小宮さんともお話をしたんですけど、うん、宮野さんからあ,のありましたあの携帯を高齢者の方々が。 本当にあの今後、見る時代になれるともっとこう見れる環境があると本当に助かりますよねということで私たち話をしてたんですけれどもえちょうどこの高齢者の安否情報とスマホと一緒になると助かりますよねということでルドルフさんからもメッセージいただきましたまさにその通りですねこれを今後見るこのまあ講演会とか,こうですか教,え教える場が本当に広がって皆さんが使えるようになると。 これが身を守る安全にもつながるというのと、またもう一点、ですねこれがどんどんつながっていければ、また逆に緊急事態性の時とか、なんだろう、助けが欲しい時にも、これをまた活用ができるとですねいいなっていうのはすごく例えば一人一人に家族に電話をするのと、自分がいる家族に一斉に今これできないねってことを送ってきできる家族というか、兄弟から、じゃあ僕がやるよ、こうするよっていうふうな。 でできるのかなと思ってですねこの情報が地域でも見れたいです、隣近所の人がいるので、ちょっと息子さんは遠くに住んでいるとってあるけど、はい、近くでいる方々にそれが発信できれば、うん、すぐ駆けつけられるというメリットもあるのかなと今後思いますね、うんうん、先ほど宮根さんからありましたように、お金がかかるから躊躇するという方、一番、ね、やっぱり,り課題はそうです、ね、あると思 はい、ここまでしてっていうのがあるかもしれないですね。あの高齢者の方ってもこういう便利さは分からないところもあったりするので、うん、お金がかかるかなとやっぱりこのコストのほ、ね、うを、ん、これを気にしてしまうんですねそれよりはまだスーパーでりんご1個買った方がいいよっていう,、うん、いうような感覚だと思うんですよい。はあ、らこの辺をまを行政が、あのー、普及させるためにまあコストも下げて、うん、えまあランニングコストも下げてと、はい。 いう,ようなことをしていただければ一番理想かなとそ,それだとまた携帯会社の方とも連携して,携してでこれだけあの防犯・防災に対してまた協力してもらいながらそのためのまたスマホというのもいいかもしれないですね。<はい S 2> なるほどはいえということで今日はですね防犯・防災そしての在り方そして SNS の活用法についてえトピックを上げてお話をしていきました。<はい S 1> もううあっという間に50分ですね,ですね皆さんごめんさんん リフデありがとうございます <laughs>、はい、そしてルドルブさんから「えー、夏目の特集ですね」ということで、はい、ルドルブさん私あのまだまだ曲の方は分からない中なんですけれども、はい、今日はちょっと、えー、昭和の曲ということで挑戦してみましたあと、はい、ルドルブさんから余計な機能はいらないですからねとい,い,いうことで,、うんでね、アプリがたくさんあるんですよねそれができる本当に携帯があるとですね、うんはい、よりもっとこれ必要な人に の情報っていうことでもっと絞ってもいいのかなってうは思いますね。すねはい、逆にアプリがありすぎるとこっ使い方がもっともっとわからなくなってあると思います、ね。ボタン一つでできるような、はいはい、簡単な機能で。はい、ということで、はい。もしかしたらあと何年後はですね。もしかしたらまたあの電話とあの、はい、本当に簡単なシンプルな。 アプリでできるものに絞られるかもしれないですね、今これだけたくさんなっているもの、でね、ほんでこれとこれだけって、はい、とあの思いませんでした、アプリがたくさん増える中で、いや、自分は電話とメールがあればいいよっていう、うん、<laughs> どんどんあの普及してきてますので、まあ、皆さんにあったですね SNS があると思いますので、だこの辺今日は考える、はい、えトピックを挙げてみました。えー、リフェイデービルはい、はい えー、それでは、えー、エンディングの方になりましたけれども、えー、最後はですね、はい、バックンの曲「ブランドン・イング」さんで「しまくとぅをお送りしながらお別れしていきたいと思っておりますはい「か、え、な、ー、カラーハイ SS ネットカララジ」では行方不明者になった方々の創作に協力していただける方を募集しております 詳しくは沖縄ハンズオン NPO までお問い合わせくださいお問い合わせ先は098-936-6868 936-6868となっておりますそして一つですね今日ちょっと一つ情報がございまして湯田サイビーさが野菜よろしいでしょうかえっと、小米さんもお借り、うん、宮田さんもお借りか,かと思うんですけど、はい、もちろんあの小座の人だと沖縄を代表するはい佐藤、はいえー、山豊さん、うん 今日は実はですね5月11日はですね、えー、復帰45年にちなんだ、はいえー、沖縄テレビのニュース番組でですね佐田嫁隆さんが、はいえー、特集で放送されるということで今日のですね、はい、えと時間帯が、えー、18時14分6時14分から19時午後7時の時間帯にですね、えー、放送されることが決まったそうですということではい、えー、沖縄テレビの ニュース OTV、はい、さんの方で復帰45年にちなんだ、えー、特集がされるそうですのでぜひぜひ、はいえー、皆さんお時間ある方見てみてくださいいただく逃げはい、えー、それではですね、えー、この番組はスポンサーさんの紹介に参りたいと思います、はいえー、この番組はベイサービスセンターシオン au ショップネーブル嘉手納店株式会社国健システム医療法人公善会コザ整形外科院沖縄県社会福祉協議会 有限会社丸内重機と沖縄犯罪 NPO 認知症・行方不明者家族の会でお送りしました。